ほんまに新幹線とかで、はい、パーってあのお弁当買って、はい、座って食べようと思ったらたまに箸入ってない時なの。あーある、あるわ。俺がな、弁当弁当買って新聞買って、はい、なんか白菜買ってとかで分かるけど、はい、弁当とチャーしか買うてんのに箸忘れるとは、お前の集中力は何事やったんや。ほんで結構新幹線で箸なかったらやりようがないやん。はい、どないしたいねんなるやろ。それは大きく感じるところやな、ストレス。それどうしてんの。だから、うん、俺はカバンに一本箸を入れてる。えー、あ、前箸、うん、エコ芸人じゃないですか。エコ芸人、エコ芸人の名札貼られたらそこまで頑張ってないから、お前なんとも俺も胸張られへんけどやな。わかります。確かにね、うん、もうだってその瞬間はベッドのことしかお互い頭にない、ね、ないはずやん。なんで箸をじゃあ忘れる、うん、俺が新大阪でカレー買った時にスプーン入れてやらないんですよ。 あるわ。どうしたのそれ。飲みましたよカレーこうやってライスはエスカレーター降りたの。ライスは僕握りやったんですよ。おにぎり買って、そこってね、ルーだけ、ルーしかない、ルーしか売ってくれないところがあるんですよ。だからおにぎりは別で買っといて、ルーだけを買うんですね。でスプーンついてないからおにぎり頬張ってからこうでしょ。うわー、それ美味しないな、食べ方そうやってやったもんたら。あとマクドナルドでストロー入ってんのとかも嫌でしょ。いやほんまだ、もう俺持ってこさす勢いで電話するもんな。電話するマクドにかかわらずな。ね、おう、この間もあの東京 のアイビス泊まるやんか、はいはい、中華料理屋でホテルアイビス、おう、ホテルアイビス、ええ、すぐ近くの中華料理屋でな、俺もう焼き飯と餃子をビールとしてこう飲んで、ジョジョの奇妙な冒険を読むの。外行けやお前、何やってんだよお前。分かる分かる。外行けやで、ルンルンしてさーっていう時にあのもうタレが入ってへんの。わあ、ほんでもうわー、もうルンルンしてたのに電話してもう領収書、おいもうタレがない。分かる。いや、なるなる。おかんに訴えてちゃうやつお前。おアイビスや、アイビスの前まで来いよお前って。ほんなら、まあ、俺がもうお持ち帰る時から忙しさやってんけど、はい、もうめちゃくちゃ冷たく、いやもう忙しいの無理ですガチャッて。うわそれはもうダメでしょ。お忙しい無理です。これはもうプチンでしょ。でもバッもう一回電話して、はい、なあ急に切るとは、はい、もうアイビス分からへんのかい。アイビスももう分からへんって言うから、あ場所がね、はいはい、店の前まで行くからもう前立っとけ。だいぶ情報や。だいぶ情報や。それをお前コードだけ見たらタレ取りに行っただけやと。めっちゃいい客だよ。せめて、でもせめて立っとけと。いいと思う。ほんで立ってへんねん。当たり前やん。立ってへんねんって店の前で。俺も店の、うわ立ってへん。最悪や。ずっとなんかこう出てこる。入れやさっさと。いや入ったよ。ほんでもうこう俺も来てるぞってなっても出てこいからもう入って、ええ、もうそれでもまだレジのとこまで来ないからすいませんってすいません普通に見てきた客じゃない。一斉目すいませんなんや。ちゃんとさっき餃子買うたんですけどタレ入ってなかったんですけど電話したもんですよ。もうそこまでもだから俺ほんま電話して怒ってたの何の効果もない。来てるのに行ってんの。俺も電話ありますもん、マクドナルド。怒るよな。俺バーベキューソースしか食えないんですよ。で僕ポテト、そう、ポテトにバーベキューソースつけて食べるのが大の得意で。得意じゃない。大好きなの。大好きなの。大好きなのに、で、ルンルン、僕もルンルンですよ。いやもうルンルンなんですって。ね、稲中卓球部を読みたいんですよ、マクドナルド買って。ね、家帰って。で、バサバサって開けたらマスタードソースなんですよ。これはおかしい。いや、俺マスタード食えないんですよ。それで電話したよ、じゃあ持ってこいすぐって僕も切れたんですよ。ところが15分ぐらいかかりよったからポテトクスクスなってんすよ。ポテトも持ってきてもらったらよかったよ。それやろ。それやそれやわ。いやそれはだってお前だって今から来てもポテト冷えてるから、そのお前ミスしたんやからポテトも持ってこいよって。そういう回転力がないのよ僕には。回転力結局もらった時にはもうポテトクスクスでもう全然美味しくない。美味しくないな。あのフライドポテトってなんで揚げたてはあんなうまいのに、そうなんです。20分が経ったらあんな寂しい感じになるの。すごいですね。あの味をね、あいつ魂抜けてるやろ。美味しく食べるんだ。全然粘らない。冷えたポテトの魂抜けっぷりじゃないやろ。同一人物かなと思うぐらい。あんなにホクホクでサクサクで美味しいのに、でも3分ぐらいしてからちょっとうまくなってくるポテト。あ、一応あるん。ちょっとね、最初サクってなってるのがちょっと怖い。これめっちゃうまい。塩が行き届いてそう。なんかグレングレンで締めてる。ちょっと怖いなっていうぐらいの時に
食うんですよ。塩味が旬どんでな。そう、旬でる。俺一回待ちますもんだから、すぐ食わない。何本かに一本あるよな、旬でるやつ。旬でる。大概でそいつ長いんですよ。長いな。ありがとうございます。確かにあるね。それウニョウニョウニョって。ああ、あのカーブのとこから食っていくわな。カーブ知らないですよ。それわかんない。それはあるある、それあるあるじゃないの。なんでほんまお前仲間やったら話起こしておるタイプやな。嘘、あと行かれへんのお前の。カーブは知らないです。わかんないですよ、カーブから食べるっていうの。でもあのハンバーガーってね、びっくりするぐらい、さっきのハンバーグと同じ匂いの屁出るときだ。え、それどういうんですか。食ってすぐこいたら屁が出て、食って30分ぐらいプッてこいたら。いや、もうだって行き届いてないでしょ、さっきのバーグは。だって入れるよ、もう行き届いてる。バーグ、バーグは、うん、だって行き届いてる。届いてるってめっちゃ早いじゃないですか、吉田さんの体の中に入ったハンバーグだって、うん、でもないか、同じ匂い。もうこの前分かる気しますね。まだ残ってんのか、ちょっと探すときはもう。あんまりにも同じ匂いするから。あ、まあ、忘れられ、なんかそういう買い物の忘れ物かな、なんかなんていうの、お店ね、そういうね、イージーミスはやめてほしいですね。お店のミス2ぐらい入る、どうやろう。店のミスね。